弁が立つ、腕が立つ、田園調布に家が立つ。こんなんでしたっけ。ということで、全国1億2000万人の和製ズミクロンファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。はい、今日はリコーの XR500 です。このシャッタースピードダイヤルの半分しか使ってないってすごいですよね。まあいろいろ大人の事情があるようですが、シャッタースピードは500分の1から8分の1、そしてバルブが選べます。さすが本体、標準レンズ、ケースまで含めて39,800円。それでもきちんとセルフタイマーまでついてるっていうのは、やっぱりサラリーマンのお父さんのためのカメラっていう感じでしょうか。まあそうは言ってもリコーの製品ですから、きちんと動作してますね。この辺はちゃんとしてます。さすがメイドインジャパン。 OK 牧場。はい、では裏蓋開けてみましょう。なんて言ったって3キュッパですから、横走りのシャッターだと思ったらメタルの縦走りになってますね。この辺は時代ですね。新しいです。まあ先ほどから安いだの3キュッパだのなんて言ってますが、実はこの XR500 というカメラ、完全なメカニカルカメラなんですね。露出系以外は電池を使ってません。ちょっとこの辺はメーカーのこだわりを感じられる仕様になってます。リコー恐るべし。まあ廉価版ですから、絞り込みボタンはただの蓋になってます。そして軍艦部にはなんかわけわかんない蓋がついてますね。この辺は上位機種の XR1、XR2 とボディを共有してるからでしょうね。そして私がちょっと驚いたのがこの電池室ですね。このボタン電池って電池室の蓋を外すときポロポロって落っこっちゃうことが多いんですが、ちょっと見てみてください。電池室の蓋にちゃんとガイドがついてて、しかも電池の向きプラスがこっちですよって表示されてるんです。なんて優しいんでしょうリコーさん。電池は LR44 2個で代用できます。そしてレンズマウントはペンタックスの K マウントなので、ペンタックスのレンズもついちゃいます。っていうかこの頃リコーとペンタックスが合併するなんて予想してた方がいらっしゃるでしょうか。まあどちらかというとリコーのカメラ部門がペンタックスっていう感じですけどね、今となっては。そしてこれからが本日のメインイベント、和製ズミクロンリケノン 50mmF2 の登場です。まあ私はズミクロンもリケノンも使ったことないんですけど、ニッコールしか。でも実際本当にこのリケノンの 50mmF2 とあとロッコールでしたっけは、和製ズミクロンって言われて久しいですよね。有名ですよね。まさかそんなレンズがこのカメラの標準レンズだったなんて、インド人もびっくりです。ファインダーを覗くとこんな感じです。丸がついてる針がシャッタースピード、そしてその丸の中にこの指針が入るように絞りを合わせます。
あとこのカメラのすごいところは、このフォーカシングスクリーンが、もう真ん中のスプリットが斜めにカットされてるんです、まあ、賛否は分かれるとは思いますが、私はこれ使いやすいですね。このクオリティでサンキュッパサンキュッパ、ちょっとリコーという会社の意地を感じました。でもね、このフィルム巻き上げれば引き出すと露出系がオンになるんですが、全くクリック感がないんですわ。まあそうは言ってもとてもよくできたカメラだと思います。発売価格が価格なだけに、大切にされてきた個体も少ないでしょうから、ハードオフのジャンクボックスの常連さんなのは仕方ないですが、これも何かの縁なので大切にしたいと思います。それではまたねー。